茨城県道181号宮ヶ崎尾端線、茨城町宮ヶ崎茨城町、突端茨城県道181号宮ヶ崎、尾端線は、茨城県東茨城郡茨城町から、鉾田市を通り、茨城町までを結ぶ県道である。茨城町宮ヶ崎の茨城県道115号市政、茨城線より分岐して、西方向へ向かい、道町尾端の国道6号まで結ぶ。 東西約 9.8km の一般県道。経路は、宮崎と津パタ尾端と茨城町南部地域を横断し、保田市域の延長約 0.2km を除けば、ほとんどが茨城町内を通る路線である。1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡茨城町を大座、宮崎を起点とし、東茨城郡茨城町を大座。 尾端を終点とする区間を本路線とする県道宮ヶ崎小端線として茨城県が県道路線認定した1995年に整理番号181となり現在に至る道路法の規定に基づき東茨城郡茨城町突端道町小端間は緊急輸送道路として機能を維持するため災害発生時の被害拡大防止を目的に 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。